オフェンスはモーションオフェンスの一つで、モーションオフェンスはフリーランスとパターンに分かれます。このシャッフルはパターンの一部です。原型が5人のローテーション、自分が大学時代にガード177センチ、私が184センチでセンターでしたので、この5人がオールラウンドに全てのポジションをローテーションすることでインカレ3位という成績を収めました。ですから自分が指導者になった時には、当然自分の体験からその5人のローテーションを選手に、高校生に指導したのですが、なかなかうまくいきませんでした。そこで教員になった1年目に4人のローテーションによるシンプル化シャッフル、5番を固定するこの4人ローテーションが本として刊行されましたので、その本を読み子どもたちに提示しました。ですがこれもなかなか難しく、特にガードポジションがプレーを展開できないという問題に壁にぶち当たりました。この4人5人のローテーションは JBA の指導教本にも載っているので参照してください。そこでうまくいかなかったその問題を解決するためにはということで、1番と5番を固定化する、3人のローテーション、ここをアレンジしまして、これを選手に提示し、4年目に神奈川県でベスト4の成績を得ることができました。8年目には全国大会の出場、ここまで使用しました。全国大会で勝つためにはこの3人のローテーションではなかなか難しいと思いますが、皆様のチームが県の下位から県の中位、県の中位にあるチームが県の上位を経て全国大会に出るためには、この超シンプル化シャッフルを使えば目標は到達されると思っております。このオフェンスの利点は3つありまして、単純性、連続性、融通性に優れたオフェンスシステムということです。ただいまはパスよりもドリブル中心のプレーがユース年代で多く使用されております。これはその個人を伸ばすことには長けておりますが、5人全員またはベンチメンバーの能力向上には適していません。この超シンプル化シャッフルはパスを中心としたドリルですので、全員をうまくすることができ、また中学生は高校、高校はその後の大学または日本リーグ等の選手として活躍するときの下地にもなります。ですからこのシンプル化シャッフルを用いることで指導者の指導技術を向上させる、それからまた当然選手の指導技術を向上させるだけでなく、勝つという喜びを与え、または保護者には選手を応援する栄養面、その他の指導をすることにおいてチーム力、子どもたちの能力向上に貢献できるのではないかと思っております。ぜひこの超シンプル化シャッフルを使用することにより、指導者の皆さんの技術力が向上する、アレンジ能力が向上することを願っています。